新国立競技場の計画見直し問題で下村文部科学大臣が問題の責任を取り安倍総理に辞任を申し入れたことを明らかにしましまた今回の国立競技場の問題については多くの国民の皆さんに心配をおかけしまたご迷惑をおかけしたということは事実でありますので下村大臣は今朝の会見で。 昨日の夜、安倍総理大臣に電話で辞任を申し出たことを明らかにしました。これに対し、安倍総理は近く予定されている内閣改造までの続投を求め、下村大臣は了承したということです。新国立競技場の一連の問題では、昨日文科省の検証委員会が調査結果をまとめ、下村大臣や当時の事務次官。 事業主体である JSC の理事長らに責任があると指摘していました。下村大臣は会見で、大会のムーブメントがしぼんだ政治的責任があると話し、自らの責任を認めました。